こんにちは、サムライプロデュースの中井です。こちらの動画では新型ノア、新型ボクシーの専用パーツの取り付け解説を行っていきます。今回はこちらのリアバンパーステップガードの取り付けの解説を行っていきます。商品はこのような箱に入ってお手元に届きます。箱を開けると白い緩衝材の中にこのようにパーツが入っています。まず取り付け前にパーツを取り出して、表面についているこちらの保護フィルムをこのように剥がしてから、パーツの表面に傷や汚れ、へこみがないかをしっかりと確認してください。まずは取り付け位置の解説を行っていきます。まずこちらのちょっと出っ張った模様ですね、こちらが全部で28個あります。こちらの模様が14個と15個の間、1、2、3、4、5、ここですね、ここが中心部分になります。では先ほどチェックした中心を元に合わせていきます。ここが中心部分になりますので、このラゲージのフックですね、こちらとちょうど真ん中に合う位置に合わせてください。この部分ですね。そしてパーツの外側ですね、この部分に折り返しがついていますので、これは車体側にしっかりとフィットするこの位置ですね、しっかりと差し込んでもらえれば正しい取り付け位置になります。位置をしっかりと合わせたら、一度手で触ってみて浮きがないかをしっかりと確認していきます。はい、全体問題なく形状は合っていますね。では次の作業に移ります。次に付属のマスキングテープを使って位置のマーキングを行っていきます。パーツの外周に沿ってマスキングテープをこのように貼っていきます。では反対側も貼りましょう。反対側も同じようにパーツの外周に沿ってこのように貼っていきます。マーキングが終わりましたので、当てていたパーツを外して次の作業に移っていきます。次に付属の脱脂クリーナーを使って脱脂作業を行っていきます。袋を開けるとこのような布が中に入っていますので、これで取り付け位置をしっかりと拭いていきます。脱脂が足りないと浮きや剥がれの大きな原因となりますので、こちらの作業はしっかりと行ってください。はい、これで綺麗になりました。脱脂クリーナーで拭き終わりましたので、次は綺麗なクロスやタオルで空拭きを行っていきます。はい、これで脱脂作業が完了です。次の作業に移っていきます。では次に取り付け作業を行っていきますが、両面テープのこちらの赤い保護フィルムを爪だけでこうやって引っ掛けて剥がそうとすると、とても剥がしにくい時があります。そういった時はカッターなどの先の尖ったもので端っこを引っ掛けて、このようにめくるととても剥がしやすくなります。赤い保護フィルムをすべて剥がし終わりましたので、取り付け作業に移っていきます。では取り付けを行っていきます。マーキングした位置をしっかりと確認しながら、まずは端っこ、あと折り返しですね、こちらをしっかりと奥まで差し込んでいきます。はい、この位置ですね。この状態でまず端っこだけを軽く押さえていきます。そしてゆっくりとパーツを下ろして反対側を合わせていきます。反対側も同じように端っこと折り返しをしっかり合わせて、はい、ここですね。そして またこちらも軽く押さえていきます。そして
折り返しがしっかりと差し込んでいるかを確認しながら全体を軽く押さえていきます。はい、これで取り付けができましたね。そしてこの状態で手で触って両面テープが当たっていない箇所がないかを確認していきます。はい、すべて両面テープがしっかり当たっていますので次の作業に移ります。では次に圧着作業を行っていきます。圧着は両面テープが車体に当たっている部分をこのようにしっかりと押さえていく作業になります。圧着が足りないとこちらも浮きや剥がれの大きな原因となりますのでしっかりと作業してください。このようにパーツ全体を圧着していってください。はい、これで全体の圧着が終わりました。圧着が終わりましたので次は固定の作業を行っていきます。こういった端っこの部分は浮きや剥がれがどうしても発生しやすい部分になりますのでマスキングテープを使ってこのようにしっかりと固定を行っていきます。はい、こんな感じですね。他にも気になる箇所があればマスキングテープでしっかりと固定を行ってください。両端のマスキングテープの貼り付けが終わりました。この状態で約24時間車を動かさないでしっかりと固定を行ってください。24時間の固定が終わりましたのでマスキングテープを剥がしていきます。次にもう一度指で押してみて両面テープの剥がれや浮きがないかをしっかりと確認していきます。はい、すべてしっかりついていますね。もし万が一両面テープが剥がれているなという箇所があれば再度圧着を行ってください。最後の仕上げにパーツの表面を拭いていきます。はい、これで綺麗になりましたので全ての作業は完了です。お疲れ様でした。